来週はいよいよクリスマスですね。大切な人と過ごすロマンチックな聖夜を演出してくれるのはイルミネーションと空を舞う雪。あなたの街に雪は降るのか、最新のホワイトクリスマス予報をお伝えします。こちらは24日木曜日から25日金曜日早朝の雪見解です。低気圧や前線が通過する影響で雨や雪の降るところが多い予想です。ただ寒気の流入がないため関東以西の太平洋側では雨のところが多く、雪に変わる可能性があるのは山間部に限られそうです。25日金曜日朝にかけて冬型の気圧配置になり寒気が南下するため、北海道や東北北部日本海側では雪の可能性が高くなります。東北南部から北陸の沿岸平野部は雨が主体となりますが、山沿いで雪となりそうです。今年はきらめく街に出かけるというのはなかなか難しいですが、ご自宅や職場近く、通勤通学の時間帯など身近な場所でイルミネーションを楽しみたいですね。